めるか。何もかもが真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。部屋の扉閉めてしまえば、完全に下界の情報はシャットアウトされてしまうんだ。表へ出てみろ。オラがガキの頃、気が狂いそうで1ヶ月もいらんなかったっちゅう意味がわかるぞ。部屋の中だったのに、こんなに広い場所が。それに何にもない。地球と同じ広さらしいぞ。気をつけろ。遠くに行き過ぎっと、ここを探せずに迷って死んじまうかもしんねえかな。こんなとこで1年も。早速修行始めぞ。まずはご飯。おめえをスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるのかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血を引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。どうだ、なかなかすげえだろ。おめえ重力の特訓は初めてだったよな。ま、すぐに慣れるって。はい、早まっても遅いよ。いや、楽しみだ。本当にすげえことになるかもしんねえぞ。うわっ、クレック、うわっ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 、謝っても遅いぞ。あっ、いやっ、これパワーだ。あっ、えい、あっ、うだ、終わりだ。あっ、かっめっ、かっめっ、はっ、ワン、おめえはオラの子だ。自信持て。はい。you
おめえの出番だぞ、ごはん。僕がシェルト？無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。確かに見違えるほど実力は上がったが、相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ピッコロ、ご飯はオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。どうだご飯、さっきの父さんとセルの戦いすごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だってお父さんもセルも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルはどうか知らねえが、父さんは思いっきりやってたさ。つまりおめえには手抜いてるように感じたんだろ。そうなのか、ご飯。はい。あれ、ご飯。平和な世の中を取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ。わかりました。やってみます。するの好きじゃないんだ。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。ほう、失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。お前たちまで巻き込んで犠牲にしてしまうことを許してくれ。俺はセルと共に自爆する。残念だったな、16号。最も爆弾ごときで私が死んだとは思えんがね。所詮貴様はドクター・ゲロの失敗作だったようだな。なんだ、あれは。さあ行け、セル・ジュニアたちよ。やめろ。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、
もう我慢することはない。いいアドバイスだが、私は私のやり方でやっているのだ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ、出来損ないめ。許さないぞ、お前たち。やっと真の力を見せたか。これで面白くなってきたぞ。カメハメハ。気になるなよ、クズ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。かー、マセンコ。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。貴
はもう、もう終わりだ。あと1分で、俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。なんだ悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前、まさか。悟空。ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。お父さん。驚いているようだな。何がおかしい？気でも触れたのか？僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。そりゃどうかな。今度はそううまくいくとは思えんがな。こいつは耐えきれるかな。お遊びはもうせんだ。すぐに終わらせてやる。カメハメハ！こいつは耐えきれるかな？絶対に勝ちたいと。カメハメハ！しまった！ここだ！僕が戦わないと。当たれ！マセンコ！絶対に勝ちたい。はい！ここだ！僕が戦わないと。当たれ！マセンコ！やるじゃないか。
さあ、セルを倒すのはこの俺様なんだ。お父さん、ごめんなさい。セルから地球を守れなかった。守れたはずの地球を。おい、こら、諦めるなんてねえだろ、ごはん。お父さん。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。はい。さあ、終わりだ。終わりにしてやる。今だ。そんなバカな。この私は。あの野郎、大した威力じゃないが、気候波を。違うな、殺せば負けになってしまう。わざと弱く撃ったんだ。あいつ、なんで。
やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わからねえ、どういうことだ。降参なんかしないわよ。してたまるか。もう十分頑張った。降参しろ、降参するんだ、ビーデルさん。ポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。ごはん、次おめえの番だけんど、ちゃんと修行してたか？残念ながら平和をいいことに大したトレーニングはしていなかったらしい。今では俺たちの方が力は上だ。もっともこいつは逆上してぶっちぎれるとどうなるかわからんがな。人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。ふん、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。ふん、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？舐めるのもいい加減にしろよ。これで終わりだ。これで終わりだ。行かせてもらうぞ。こっちだ。これくらいの抵抗はしてやる。
それくらいの抵抗はしてやる。これくらいの抵抗はしてやる。ご飯全然大丈夫じゃねえか。今度はオラと戦ってみねえか。え、お父さんとですか。ごはん、次おめえの番だけど、ちゃんと修行してたか？残念ながら平和をいいことに大したトレーニングはしていなかったらしい。今では俺たちの方が力は上だ。もっともこいつは逆上してぶっちぎれるとどうなるかわからんがな。人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。ふん、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。うわっ、やっ、やっ、どうしまった。うわっ、これで終わりだ。うわ、これで終わりだ。うわ、はっ、ダッチ、こっちだ。うわっ、そこだ。死ね。しまった。こっちだ。うわっ、こっちだ。だっ、うわっ、だだ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 。うわっ、うりゃー、行かせてもらうぞ。うわっ、この私を怒らせろって。愚かなやつめ、その程度の力で私に歯向かうとは。まずい。これでは一瞬で。これくらいの抵抗はしてやる。これで終わりだ。これで終わりだ。はっ、
そしてカカロット。間に合って。兄ちゃん、よかった、死んだんじゃなかったんだね。ああ、危ないところを助けられたんだ、海王神様に。他のみんなは？殺されちゃったよ、魔人ブーに。何？へへへ、美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ。俺がチョコにしてな。おい、まさか俺と戦うつもりか？違う。貴様を殺すつもりだ。おお、おお、おお、思い出した。お前、前俺に吹っ飛ばされたやつだ。こっちだ。うしむろ。しまった。だ、こっち。うわ。くそ。まずい。もらいますよ。
の死神のお出ましだ。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞ、てめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。くっ、そういうことだったのか。ただそうやってペラペラしゃべくってる割には頭の悪さは変わってないようだな。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。さてと、勝負を急がせてもらうぞ。貴様にしては冷静な判断だ。ピッコロさんも吸収したのは正解だったようだな。ダー！戻ろう。焦りすぎだ。うつもろだ。あかめよっ。うわなかったな。だうわっ。やったほらねまずい。やーしねえ。うわっ。おっまかんこだ。だうわっ。ほらえほえっ。うわっ。うだろう。落ちた。うわっ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 。雑魚は所詮雑魚だ。所詮雑魚だ。ダーこっちかい。カメハメハー。うわっ。うわっ。よっ。ゴワ
っしゃなんの目的で地球に来た？決まっているでしょう。復讐ですよ。孫悟空はまだですか？せっかくやってきたのに、お友達がみんな殺されちゃってたら、孫悟空はさぞ無念でしょうね。ごはんくん、やっちゃって！あんたならバッチリ勝てるでしょ？兵士たちだけなら多分。でもフリーザはヤバいです。以前とは別人と言ってもいいくらい、はるかにパワーアップしてますよ。あの男、どこかで。なるほど、あの時の孫悟空の息子でしたか。皆さん下がっていてください。手伝わなくてもいいのか。もう子供じゃありませんから。そうか。あっ、子供が生まれたんだ。穏やかな場所で優しい子に育ってほしい。だからお前たちみたいな奴らに来られると本当に迷惑なんだ。おじさん、マセンコ、これで終わりだ。まずい。消えなさい。消えか。
サイヤ人。あなたにはたっぷり苦しんでから死んでもらいますよ。さあ、どうしました？早く逃げないと殺してしまいますよ。おや、もう動けませんか？孫悟空と違って諦めが早いですね。殺してあげるよ。サイヤ人は私の手で。ざまあみろ虫けら、ざまあみろサイヤ人、ざまあみろ孫悟空、死ねー！か！ピッコロ。少し黙りましょうか。バレては仕方ないですね。はっ！マセンコー！くそ！はい！死なさい！こっちだ！こいつで終わりだ！ハメハメハ！
立ち上がった。ご飯、大丈夫なのか。まさかあいつら本気で戦うふりをしていたのか。最初の攻撃を受けた時感じたんです。これは本気じゃないって。だったら乗ってやろうと。フリーザの作戦に。ま、あなたがそんなこともわからないおバカさんなら殺していましたけどね。これでフリーザが味方だということがわかったな。だといいがの。もしご飯が気づいていなかったら、やっぱり裏切ってたんじゃないかなって。孫ご飯さん、これからも優勝に向けて力を合わせ頑張りましょうね。足手まといにはならないでくださいよ。え、分かっています。おい、ディスポ、僕たちが相手だ。調子に乗りやがって。二人まとめて俺が落としてやるぜ。うりゃ、もう参ったは効かないぞ。うわっ、薄乗ろう。終わりだ。薄乗ろう。やった。やっ、おりゃー。までやるとは。正義と悪、もはやその次元は超えた。今は勝つこと、生きることが全て。お前の相手も私がしよう。
来い。くっ、上等だ。余計なものを背負う貴様では私には勝てん。私は何としても生き残る。そのために全て捨てた。全て捨てただと？ふざけるな。ブラ、トランクス、ブラ、キャベトの約束、サイヤ人の誇り、俺の全て。俺は貴様とは違う。捨ててたまるか。僕もです、ベジータさん。絶対に捨てたりなんかしません。押し切るぞ。はい。我らは何としても生き残る。破壊。そりゃ勝てんぜ、お前は。よっだよっだ。うすまろ。やった。おりゃ。ふっふっ。一連ほどの技を食らわせてやる。たとえそれで俺が消えたとしても構わん。こいつを食らえ。ねえ、うりゃ勝てんぜ、お前は。うすまろ。うすまろ。やった。おりゃ、ベジータさんを消えさせなんてしません。勝つのは僕たちです。第11宇宙トッポさん脱落です。皆様、ここで時間になりました。時間ということは、ブブ隊上に残っている人数が多い第7宇宙の皆様の勝利です。勝った。僕たちが。何を驚いてやがる。貴様が言ったんだろう、勝つと。そうですよね。いつまでもふぬけているんなら置いていくぞ。まさか立てないなどと言うんじゃないだろうな。大丈夫です。帰りましょう、ベジータさん。僕らを待つ人たちのもとへ。勝利を収めた第七宇宙は、すべての宇宙を復活させるようスーパーシェンロンに願った。そしてその復活を見届けたゴハンたちは、家族や大切な人の待つ地球へ戻っていくのだった。
足手まといにはならないでくださいよ。え、分かっています。おい、ディスポー、僕たちが相手だ。調子に乗りやがって。二人まとめて俺が落としてやるぜ。こっちカメハメハ。やった、うわっ、もらった、正義の力見せてやるぜ。ユナイテッドジャスティスストリーム。ハッダーユン、オスモロー、どこだ、アラッ、うわっ、アーダッダッジ、トマコ、アラッ、ヤ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 ッ、オスモロー、うん、アラッ、ハッ、ヤッ、ダッ、アラッ、ダッ、エアッ、この、うわっ、オスモロー、ヤッ、アクソード、どこだ、ダッ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 ジャスティス、しまった、やった、あー、うわっ、だっ、よっ、うわっ、こっちかい、ハメハメハー、こっちかい、ハメハメハー、うわっ、私としたことが。しめた、これなら。な、何？お前をブブ隊から落とすことが僕の役目。フリーザー。なるほど、さすがはリーダー。これは素晴らしい作戦ですね。安心してください、すぐ楽にして差し上げますよ。やめろ。Yeah.
お前たちまで巻き込んで犠牲にしてしまうことを許してくれ。俺はセルと共に自爆する。残念だったな、16号。最も爆弾ごときで私が死んだとは思えんがね。所詮貴様はドクター・ゲロの失敗対策だったようだな。なんだ？あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。やめろ！孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。いいアドバイスだが、私は私のやり方でやっているのだ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ、出来損ないめ。真の力を見せたか。これで面白くなってきたぞ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。くぅ、当たれ！マセンコー！
ここだ。僕が戦わないと。当たれ。マセンコ。よくやった。さすがオラの息子だ。お父さん、死神のお出ましだ。どうかな、ご飯くん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。ないぞ、てめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。そういうことだったのか。ただそうやってペラペラ喋ってる割には頭の悪さは変わってないようだな。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふっふっふ、何も分かってないようだな。何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。さてと、勝負を急がせてもらうぞ。貴様にしては冷静な判断だ。トロさんも吸収したのは正解だったようだな。行くぞ。薄まろう。やった、おりゃー。で、くっ、くっ、稼ぎのつもりか。おりゃ、勝てんぜ、お前は。うだだ、ほら、薄まろう。うだだ、うん、薄まろう。やった、おりゃ、うだ、くっ、くっ、はぁ、うわ、あ、うわ、あ、うわ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 、
時間稼ぎの大事だ。もう参ったら効かないぞ。なっ、はっ、いや、無事、おなか、無駄だ、どっち、ふっ、まかねえ、くそ、よっ、なっ、くろ、やった、おりゃ、どっ、ふっ、ふっ、うわ、はぁ、まかな、うわ、うん、すぐに楽にしてやるぞ。くらえ、そうだ、ん、うわ、バカ、よっ、何の目的で地球に来た？決まっているでしょう。復讐ですよ。孫悟空はまだですか？せっかくやってきたのに、お友達がみんな殺されちゃってたら、孫悟空はさぞ無念でしょうね。ごはんくん、やっちゃって！あんたならバッチリ勝てるでしょ？兵士たちだけなら多分。でもフリーザはヤバいです。以前とは別人と言ってもいいくらい、はるかにパワーアップしてますよ。あの男、どこかで。なるほど、あの時の孫悟空の息子でしたか。皆さん下がっていってください。手伝わなくてもいいのか。もう子供じゃありませんから。そうか。だ、ん、子供が生まれたんだ。鮮やかな場所で優しい子に育ってほしい。だからお前たちみたいな奴らに来られると本当に迷惑なんだ。よし、いやー、僕が実力を出し切る。いや、うわー、そりゃー、うわー、だ、だ、こっちだ、こっちだ、こいつで終わりだ。ハメハメハこっちだ。
こいつで終わりだ。アメハメハ。行かせてもらうぞ。こっちだ、こっちだ。遊んであげましょう。呪い、まずそのざまで私に勝つ。こっちだ。こいつで終わりだ。アメハメハ。なかなかやりますね。孫悟空の息子、思ったよりやりますね。これだからサイヤ人は嫌なんですよ。それ、少し黙りましょうか。かかります。くそ、おりゃー。行かせてもらうぞ。こっちだ。これで終わりだ。これで終わりだ。行かせてもらうぞ。死にや。こっちだ。はだ。こっちだ。やだ。これくらいの抵抗はしてやる。何？やっと戦いの感覚が少し戻ってきたみたいだ。まさかこの私を倒す気ですか？終わりだ。だ。じゃあ復讐の続きを始め、少し黙りましょうか。ふっだ。こっちだ。これくらいの抵抗はしてやる。この俺がサイヤ人にまた負けるなんて、そんなことを許されるわけがない。死になさい。こっちだ。これくらいの抵抗はしてやる。何？お前はそれが最後の変身なんだろう。勝負あったみたいだな。これ以上戦っても意味はない。いいぞ。さすが兄ちゃんだ。サイヤ人どもめ、なんとも腹立たしい。ああ、孫悟空にそっくりだ。あの時の孫悟空、思い出しただけでも腹綿が煮えくり返ります。うるさい虫けらどもには死んでもらいますよ。死ね。わよっ。落としたな。何？
スーパーサイヤ人とは異なるその姿、驚きましたよ。では身の程知らずなあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。驚いているようですね。降参するなら死ぬまでに苦しむ時間を少しは減らしてあげてもいいですよ。降参するわけがない。僕は家族をみんなを守るために修行を続けてきたんだ。おやおや、それは無駄な努力でしたね。あなたの大切な家族とやらは私が一瞬のうちに殺して差し上げます。すごい気だ。この戦いでさらに強くなっている。行くぞ。いいじゃん。孫悟空が地球に戻ってくる前に、あなたを殺して絶望を与えてあげましょう。どうはさせるものか。僕が絶対に阻止してみせる。うつもろ。お前の動きが鈍く見えるぞ、フリーザ。この俺がサイヤ人に二度も敗北する。そんなことあってたまるか。あってたまるか。降参しろ。そうすればこれ以上の攻撃はしない。おとなしく地球から出ていくんだ。二度と悪さするんじゃないぞ。孫悟空に似て優しいことですね。愛と素直に言うとでも。ふざけるな。そういうところが虫歯が走るんだよ。なめるな。ほら、しまった。なめるな。わそんなバカな。この私が孫悟空の息子に。
そんなバカな！すっげえ！あいつを倒しちゃった。すごいよ兄ちゃん。危なかった。ご飯、大丈夫か？勝った割に険しい顔をしているぞ。はい、ピッコロさん。僕が思っている以上に弱くなってるみたいです。フリーザと戦って実感しました。いくらフリーザが相手とはいえ、想像以上に苦戦してしまった。それでお前はどうしたいんだ？今回みたいに悟空がいないとき、さらに強い敵が現れたら弱さを理由に逃げるのか？いえ、僕には守りたいものがみんながいます。だからピッコロさん、僕にまた修行をつけてくれませんか？いいだろう。特訓でお前の勘を取り戻してやる。第六宇宙の戦士と戦えるなんて、いい機会です。僕も参加させてください。第六宇宙との戦い、人といい試合してたな、ご飯。本気で挑まれていたら危なかったですよ。僕も修行しなきゃ。最近はかなり熱心に打ち込んでいるみたいじゃないか。潜在能力でパワーも上がりやがって。実際ゴハンさんは修行をし直した当初より随分とお強くなられました。老化妖神様の力のおかげもありますが、ゴハンさん自身の努力が実を結んでいるんでしょうね。第六宇宙との戦いは他の宇宙でも噂になってるらしいぞ。はあ、そうなんですね。ええ、他の宇宙の海洋神で興味を持った人もいたとか。なんだか恥ずかしいな、知らない人に見られているなんて。トランクスさん、僕ですよ。ゴハンさん。まさか。いいえ、違います。あいつはゴハンさんなんかじゃありません。まさかここまで来るとは。ブラック、ブラック、トランクス、こんなところに。そうか、
指輪の力で時を超えたか。ごきげんよう、孫悟飯。はぁ、トランクスさん、ちょうどいい。この体で君と戦ってみたかったのです。お前が何者かは知らないけど、最悪な敵だということだけはわかる。おや、そうですか。では。もっと押していこう。たぶんで自分を相手にしているみたいだ。気が悪いな。これで終わりだ。一体何が目的なんだ。おりゃおりゃ、終わりだ。だらうわっ、こっちだ。くだめろ。うわ、こっちだ、こっちだ。これくらいの抵抗はしてやる。くらいの抵抗はしてやる。素晴らしい。この痛みがまた私を強くする。やっぱり気に弱いな。俺たちはあいつをご飯ブラックと呼んでいました。奴は正義のために地球人を全滅させると、そう言ったんです。ブラックとザマスは同一人物じゃない。ザマス、君に会いに来ました。あなたがブラックの仲間だなんて。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。一体目的は何なんです。私の望む正義の世界の実現。その正義、人間は必要ないのです。何だと。ご飯さん、俺も戦います。え、行きましょう。僕たちの攻撃が効いていない。サイヤ人諸君、ありがとう。君たちの無駄な強さのおかげで
この肉体の偉大なる不死身さがより引き立つことになる。不死身の肉体だと。いや、こっちだ。よっは。何だ。こっちだ。知れ。落ちる。ふざ。このままじゃ。ごはんさん、俺がザマスを引き受けます。今のうちに。うわこれで十分だろう。必要ないかもしれないがな。ありがとうございます、ピックルさん。あの、ピックルさん、僕に本当にできるんでしょうか。どういう意味だ。マフーバは成功確率が低い技なんでしょう。もしまだザマスがいて僕が失敗したら。随分と弱気だな。いいかご飯、前から言っているがお前は強い。覚悟を持ってやれば何でもできるはずだ。マフーバもトランクスを救うこともな。俺が言うことが信じられないか。いえ、ありがとうございます、ピッコロさん。必ず僕がトランクスさんを助けてきます。見せてやろう。どうだこの姿は。お前がサイヤ人の力に頼らず能力を発揮できるように、俺の神より引き出された力を使いこなせるのだ。神に引き出された。貴様、なぜ老海王神様との修行を知ってるんだ。勝てんぜお前は。最強の戦闘民族サイヤ人、さらに神から力を引き出させてまで強さを求めるとは、第六宇宙との戦いではおごり高ぶっていただろう。その力を周囲に見せつけ、まるで神よりも強いとでも言うかのように。あの試合をお前も見ていたのか。気がつかないか、孫悟飯。この俺こそ神の身でありながら
人間の前に打ち負かされたかつての怪獣ザマス。スーパードラゴンボールはこの俺が。神の真の力を見せる時だ。機は熟したということか。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。これこそが正義。今のやっていることは正義なんかじゃない。言うじゃないか、小ざかしいサイヤ人ども。神の光の力見せてくれる。裁きの刃。うわつくばり逃げるがいい。お前の家族のようにな。どういうことだ。貴様、ビーデルさんとパンに何をした。お前の体を奪った後のことか。もう察しているだろう。なんだって、ビーデルさんをパンを。落ち着け、ごはん。今は一旦引くんだ。出されたというその力、実に深いな。貴様らのような人間には過ぎた力。本当にそうか、試してみる。もう参ったは聞かないぞ。やった。うつのろ、こちらだ。うつのろ、ふざこか。うつのろ、こちらだ。うつのろ、不死身じゃない体が合体した体に影響しているのか。行くぞ、ご飯。はい、父さん。何をする気だ。
カメハメ。ザマス、俺はお前を許さない。おのれ。あと少しで倒せそうなのに、もう体力が持たねえや。安心してください、まだ一個最後の先頭が。いや、ほらいい、褒めがやるんだ、ご飯。はい。ご飯さん、俺も戦わせてください。でもトランクさん、体は。これは俺の戦いでもあるんです。俺は俺の手でこの世界を、未来を守りたいんです。分かった、一緒に行こう。ねば強さを得られぬ人間風情が。貴様、神の肉体になんてことを。絶対に、絶対に許せん。我は不死身だ。くっ、さあ、次は誰に助けを求める？過去か、未来か。そうやって神の正義に背き続けるか。貴様ら人間はその弱さゆえに頼って、何が悪い。強いことだけが正義なんかじゃない。ご飯さん、
俺は自分の弱さを恥も悔もしない。昔ゴハンさんに助けられたから、今度は俺もみんなを助ける側になりたい。そう思えた。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。人間が力をいくら合わせようと神にかなうものか。マセンコ、行けご飯。倒せトランクス。はい。今だ、これを使え。ご飯さん、ピッコロさん直伝のグレーマクーバー。神が人間に敗れるなどあってはならない。未来の世界は救われたんだ。よかったですね、トラックさん。はい、俺たちの手で。おいトランクス、お前これからどうするんだ。ここで暮らしていくのか。大変じゃねえか。オラたちのとこに来たらどうだ。ありがとうございます。嬉しいですけどやめておきます。俺この世界を元に戻したいんです。皆さんが守ってくれたこの世界を。そうか、きっとできますよトランクスさんだ。おかえりなさい、ごはんくん。ただいま。一人ではどうにもならなかったことも数えきれないことある。だけどそのためにみんなが、家族が、仲間が僕を支えてくれたんだ。you